最近さ、はい、フェミニストどものさ、うん、言動、ひどい言動が活発すぎてさ、はい、この人のこと忘れてた、忘れてたわけじゃないんだけどさ、うん、なかなか取り上げられへんやん。はい、夏子はーん出た、久々やな。はい、まあ、定期的に夏子はん取り上げなあかんやろ、このチャンネル的にはちょっても別に夏子はん、まあ、おとなしくしてるっていうか、そんなやらかしてないんで、まあ、過去のさコラムとかさ追ってさ、いわゆるディグル、ディグル、俺夏子ディガーなんでっていう感じで掘っていこうと思うんだけど、はい、見てんだけどさ、まあ、ほんでざーっと見てて、まあ、おもんないコラムやなと思いながら見てて、見てたんやけど、あーって、あーこれはっていうの見つけてしまって、はい、なー、これなんやけどな、それぞれの働き方をっていうやつなんやけど、うん、要するに大学生のヘルパーさんが週2で来てもらってたヘルパーさんがいて、うん、で4月から就職しますと、うん、まあ、2018年の話だけどな、うん、でそう、就職してからも月に1回ぐらいは来てほしいなと、そのヘルパーさんに、優秀だよ、うんうん、で思って会社に聞いてもらいましたと、うん、だからその会社側の返答は副業を認めていない、休みの日に他の仕事をすることで本業に支障をきたすと困るという理由で認められませんでしたっていうね、うん、で残念だったと同時に疑問も湧いてきたと、就職したら会社を最優先することが求められているようだからですとか言って、なんかまあ言ってね、人生を会社に捧げなければならないんでしょうかとか言ってんねんけど、はい、要するに私の言い方悪いか、私の俺が、私の俺を持っていくなっていうことかなって思ってさ、栄養に人生を会社に捧げなければならないんでしょうかとか言ってるけど、私の俺を持っていくなと、お前ら会社ごときに持っていくなと言ってるようにしか思えないんですけど、どうでしょうか私の濡れんやぞと、うん、いう風にしか思えへんねんけど、その後の夏子はんの言動とかやらかしとか本読んだ俺からしたらそうとしか取れないんですけど、どうでしょうか何か言うてくれ。いやー、会社に捧げるなと、私に全て尽くせと、私会社行くのはええけど私に奉仕しろと、はい、お前は優秀なのねだから、うん、私に奉仕しろということを言うてるようにしか思えないんですけど、うん、皆様どうでしょうか。それとな、もう一個な思ったんやけど、はい、この大学生の人ヘルパーさん、うんうん、多分もう縁を切りたいからそういうことにして断ってるだけのような気がするんですけど、どうでしょう。会社が副業禁止なんでとか、休みに仕事をすることで本業に支障を来すと困るっていうことに、まあ会社が本当に言ったかもしれんけどな、うん、ヘルパーさん自身がもうこれ以上この人のヘルパーをやるのが嫌だと思っているって思う俺は心が汚れてるんでしょうかね。と思うんですけどね。そっかさ、実際さ、せっかくの休みをさ、そらな、夏子はんの世話に潰したくないっちゅうのは当たり前じゃね。うん、弟子もそうやろ。はい、俺 もう就職したしもう嫌だわってなるよな。そのヘルパーの仕事自体は気に入ってたとしてもさ、もうせっかくの休みにまだ仕事せなあかんのかいって。でもせっかくの休みに仕事しろって言ってるってことやからな、夏子はんがな。うん、そんなも嫌がられんの当たり前やんけな。バカじゃねえの。以上です。はーい。